じでここから編み始めて6パターンの色の組み合わせを2回繰り返しました。次の色からは今までの編み始めのこの位置からではなく、前の色のブロックの上のこの位置から編み始めて、斜めのこのブロックの数を1つずつ減らしながら編んでいって正方形の形にしていきます。ちなみにこの時点での大きさはだいたいこちらが65センチくらい、こちら方向が一番長いところで62、3センチくらいになっています。少しだけこちらの方が長さがありますが、だいたい正方形の形の膝掛けが出来上がる予定です。次はスモーキーピンクの2本取りの色の組み合わせを使っていきます。今まで糸をつけていた位置はこの位置なのですが、ここからはこの位置のブロックから編み始めたいので、糸はこの角につけていきます。この角の位置は縦向きの鎖と少し斜めの横向きの鎖が並んでいるので、この2目の外側の糸を拾って糸をつけます。まずこの横向きの鎖の外側の1本と、右隣のこの縦向きの鎖の外側の1本を拾います。この目を拾って引き抜きで糸をつけたら、糸端を一度クロスさせてから、ここからは鎖編みの作り目は編まずに、このまま下のブロックの最後に編んだこの横向きに並んでいる引き抜きの目を拾っていきます。一つ目は先ほど糸をつけるときに拾ったこの糸と、一つ下のこの糸、この2本を拾います。一番端の目を拾って、糸端を編みくるみたいので糸端も針にかけてから糸を引き抜いて隣のこの目に進みます。隣の引き抜きを拾って、今度は糸端は避けてから引き抜き、隣の目を拾って糸端をかけて引き抜き、隣の目を拾って糸端を避けて引き抜きと、糸端を交互に動かしながら編みくるんでいきます。この角の位置にある少し小さくなっている引き抜きは無視するので、この手前までを拾って、今針に糸が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 本かかっています。ここに並んでいる引き抜きの目は8目分拾ったら、隣のこの編み地の端の目を拾って、糸端にまだ余裕があるようであれば糸端も針にかけてから引き抜きます。針先側から2本ずつ引き抜いていって、この先はこれまでと同じ模様編みで編み進めます。その同じ編み方を繰り返して、斜めに順番にブロックを編み足していって、最後はこのブロックの上の位置までは編み進めずに、右隣のこのブロックを編み終えたところで編み終わりにします。編み終わりの部分は他のブロックの編み方と同じように、最後に引き抜きを編んで
隣の編み地の角と引き抜きでつないだところで鎖を一つ編んでから糸を切ります。ここに残る糸端は最後に縁の部分を編むときに編みくるみます。このような感じでこの先は一つずつブロックの数を減らしながら四角い形になるように編み進めていきます。一色で編むブロックの数を一つずつ減らしていって最後にこの角の一つのブロックを編み終えて四角い形になったら縁の部分を編んで仕上げます。縁の部分はどこから編み始めてもいいのですが、今回はこの編み終わりの糸がたくさん並んでいるところのこの一番最後に編んだ編み地の角から編み始めます。縁の部分はミルキーホワイトの色で仕上げようと思います。一番最後に編んだ編み地の角のこの引き抜きに糸をつけます。最後に編んだ引き抜きが 1,2,3,4,5,6,7,8 と並んでいる8個目のこの一番角の引き抜きに針を刺して引き抜きで糸をつけたら糸端をクロスさせてから鎖編みを2目編みます。鎖の裏山の一つ目は立ち上がりの鎖になるので、ここは飛ばして、ここから拾います。この目の裏山を拾って糸を引き抜いたら、今度は糸をつけたところと同じこの目を拾って、糸端を針にかけてから糸を引き抜いて、この3本の糸を針先側から2本ずつ引き抜きます。今度はこの真ん中の輪っかになっているこの糸の間に針を刺します。この位置に針を刺して少し緩めに糸を引き抜いて、そして先ほど拾ったこの目の左隣のこの目を拾って糸端も針の上に乗った状態で引き抜いて針先側から2本ずつ引き抜きます。これを繰り返して縁の部分は編み進めていきます。この真ん中の輪っかになっているところの間に針を刺して引き抜いて、次の目を拾って、糸端を編みくるみながら引き抜いて、2本ずつ引き抜き、真ん中の目を拾って、糸を引き抜いて、次の目を拾って引き抜いて、2本ずつ引き抜き、縁の部分はこのような模様編みになっていきます。色が変わるこの境のところまで来たら、今編みくるんでいた糸はここで避けて、この先はここに残っている糸端を編みくるんでいきます。この結び目になっている手前まで拾ったら、次は結び目を飛ばして隣のこの目を拾います。ここに残っている糸端をかけてから引き抜いて2本ずつ引き抜き、この先も同じように真ん中の目を拾って、先ほどつないだ目の左隣のこの目を拾って、糸端を編みくるみながら引き抜き、2目ずつ引き抜きと。
これを繰り返してまっすぐに、次のこの角のところまで編み進めます。口の部分を編み進めてきて、次の角のところまで来たら、ここはこの結び目の一つ手前のここまで同じ編み方で拾います。最後の結び目の手前を拾って、ここまで編み進めたら、次はこちらに拾っていきたいので、ここから作り目の鎖1目と、立ち上がりの鎖1目と、鎖編みを2目編んで、鎖の裏山の立ち上がりの鎖は拾わずに、次の、この鎖の裏山を拾って、ここから糸を引き抜いて、これで今まで編んでいたこの編み地の、こことここと2箇所拾いたいので、まずは、この端の2本の糸を拾って、ここから引き抜いて、針先側から2本ずつ引き抜きます。今度はこれまでと同じように、この真ん中の目の輪になっているところの間に針を刺して、引き抜いてから、次はこの位置の端の2本を拾います。ここから引き抜いて2本ずつ引き抜き、角の部分はこのような感じで編んで、次は向きを変えてこちらの縁を編んでいきます。ここに残っている糸端のうちのこちらの2本は今まで編みくるんでいた2本なので、これを避けて次はこの2本を編みくるんでいきます。縁の部分の編み方はこれまでと同じで、この真ん中の目の輪のところに針を刺して、糸を引き抜いて、今度こちら側は、この端の2本の糸の間に針を刺して拾っていきます。こちら側から見たときに鎖状の目が並んでいるので、この鎖状の目を1目ずつ拾っていくような形です。はじめはこの結び目の左隣にあるこの目を拾います。ここを拾ってこの糸端を針にかけてから引き抜いて2本ずつ引き抜き、真ん中の目を拾ってから先ほど拾った目の隣のこの目に進んで2本すくったら糸を引き抜いて2目ずつ引き抜き、この部分はこのような感じで目を拾いながら同じ編み方を繰り返して縁の部分を編んでいきます。色の境のところまで来たら、ここで編みくるんでいた糸は避けて、次はこの編み終わりの結び目を飛ばしてこの目を拾います。ここまで拾ったらここを飛ばして
表からだと少し分かりにくいので、編み地の縁を見た時に結び目を飛ばして、次のこの鎖状になっている2本の糸を拾って、糸を引き抜いて2本ずつ引き抜き、これを繰り返して次の角の位置まで編み進めます。まっすぐに編み進めてきて、次の角のところまで来たら、この角はこの最後の角の手前のこの目までを同じように拾って、これだと少しまだ足りなさそうなので、もう1目最後に拾ったこの位置と作り目の鎖の間のこのスペースに編み入れます。ここまで拾ったら、角の編み方は先ほどと同じように鎖を2つ編んで、この目は立ち上がりの鎖になるので、ここは拾わずにこの1つ目の鎖の裏山を拾って糸を引き抜いて、ここで2目拾いたいので、最初はこの位置と同じように真ん中の目を拾ってから、次はこの位置と2箇所拾って、今度はこの部分の縁の部分を編んでいきます。ここの拾い方は、作り目の鎖のこちらに残っているこの鎖状の目を拾っていきます。この部分の色の境のところは、ここが少し目の並びが変わっていて、この位置からまた同じ目の並びになっているので、この少し目の並びが変わるちょうど境の部分のここは拾わずに、次は分かりやすいこの目から拾っていきます。ここの目の並びが崩れているところは飛ばして、次はこの目を拾って同じように編みます。次の角まで来たら、最後のこの1目までを拾って、ここから鎖を2目、立ち上がりの鎖は拾わずに1つ目の鎖の裏山を拾って、ここで2目分拾って、
今度はこちらの縁を編んでいきます。この部分は編み地を少し手前に傾けると、ここに鎖状の編み目が並んでいるので、この目を拾っていきます。最初はこの目から部分の色の変わる境のところは、ここまでが同じ目の並びで、ここに小さい鎖状の目があって、次のここから色が変わっているので、この小さいこの目だけを飛ばします。ここまでを拾ったら、この小さい目は飛ばして、次の色の目を拾います。この部分はこのような感じで目を拾って、次の角まで編み進めます。途中で糸が1本なくなってしまったので、多く残っていたもう1個の糸の終わりの糸を使って、この糸とこの糸でこの先は2本取りしていきます。糸をつけるときは真ん中の目を拾って引き抜いて、次の目を拾って、短くなってしまった糸をここに避けて、これから使う糸と、まだ長さがある、今まで使っていた糸を合わせて引き抜きます。針先側から2本ずつ引き抜いて、真ん中の目を拾って引き抜き、編み地の目を拾ったら、糸端2本を針にかけてから引き抜いて編みくるんでいきます。これで編み始めのところに来るので、最後に編み始めの糸をつけたこの目と、もう一目この鎖状になっているこの目を拾って編み終わりにします。真ん中の目を拾って、まずは糸をつけたこの目を拾って、次はこの鎖状の編み目が伸びている一番端のこの2本を拾って、ここにもう一目と編んで、この縦向きの目を拾って引き抜きを一目編んでから、糸端の処理用に少し長さを残してカットします。針にかかった糸を引き抜いて、編み終わりの糸にとじ針をつけて、この部分をこの目と鎖型につなぎたいので、編み地の裏側から針を刺して、この距離をこの鎖状の編み目と同じくらいの大きさになるように糸を引っ張って調整して、次はこの糸が出ているこの位置に針を刺します。このような感じで同じように鎖型につなげたら、最後に表に響かない裏目を拾って、
もう一度同じ目に通して糸を緩みにくくしてから、適当に通しやすい裏目に通して糸端の処理をします。この編み終わりの糸以外は途中で編みくるんであるので、この縁のところに残っている糸端も、途中の糸端も最後に編みくるんだ位置に合わせて全てカットします。これで出来上がりになります。編み目はこのような模様編みになっていて、縁の部分はこのような仕上がりです。裏側の模様の出方もこんな感じですごく可愛いです。2本取りでアフガン編みしているので、しっかりと厚みがある編み地になっています。全体で見るとこのような配色になっています。グラデーションのようなボーダーがすごく可愛い模様になったかなと思います。最後に出来上がりの大きさがだいたい正方形になっているのですが、少しだけ長い方の辺が65センチくらい、短い方の辺が61センチくらいになっています。最後まで見てくださりありがとうございました。